かな今。ありがとう、コメントしてくれた。あ、レッスンお疲れ、ありがとう。アマゾンこんばんは。トリピーこんばんは。お泊まり楽しかった。もう私ひなのの家に住みたいって思った。ひなのの家に住みたいって思ったよ。じゃ30分間公式でやって個人配信を残り減りたいと思います。ちょっとね今日ね、なんか私携帯が古い方の携帯で画質がめちゃくちゃなんか悪いかもしれないんですけど、自分の個人配信するときはこっちの携帯に戻しますね。はい、ベルジロこんばんは。タクヤ聞こえてる、ありがとう。佐藤ピーはや始めました、ありがとう。 MK こんばんは、ありがとう。ハゲタコこんばんは。トモキングさんこんばんは。夜ご飯何作ってくれるの？イミタンはご飯作れないので料理覚えますね、本当に。貧乏草さんこんばんは。タクヤも今日急ぎの仕事をちゃんと済ましてきた、お疲れ。みんなもお疲れ。今日はひなのちゃんと お昼の3時に起きてそっからまあね、ウーバーイーツをして韓国料理を食べてそのままレッスンに向かいました。今帰ってきて配信してます。今日メイクしないで行った。ひなのちゃんとレッスンだけだったから、すっぴんでいいね。もうアイロンもしてない、起きたそのままの顔で歯だけ磨いて、あと顔だけ洗って出ましたね、そのまま。うまい、たかしこんばんは。15時に起きた、やばくない？しかも寝たのも朝の6時とかだった気がする。安井ゆきくんお疲れ様、ありがとう。飯島さんこんばんは。ちちみたんご飯食べながらなんですけど、すいません、いただきます。うん、おいしい。もとげすぎる、本当？ひなのにね、てんちゃんの生誕の T シャツを借りてこれでレッスンしてました。かわいすんぎ、長野ありがとう。何食べてるの？なんか白菜の豚肉のやつとポテトのやつ、白米。意識高いからピンクなのかな、こぼしちゃった私も帰宅した後15時に起きた。やばい、一緒じゃん私と。もうだって私たちもねずっとぶっ通しで喋ってて、ひなのんと。お疲れ、よかった、昨日配信来てくれてありがとう。ゆみちゃん久しぶりに実物会えてめっちゃデレデレして、直視難しかった、ありがとう。本当に嬉しい。可愛いってこと、ゆみたんもしかして鍋いいな。昨日しかもさ夜中3時に平野とコンビニ行って夜食をね買って、実は私もコンビニに売ってるなんか鍋みたいなの食べた、野菜摂取できるお鍋みたいな。それにプラスでデザートも食べて、白米も食べた、すごい食べた昨日。うん、うまっ。うん、黒渕さんこんばんは。ゆうせいこんばんは。可愛いからね、恥ずかしくてさ嬉しい。また会える日を楽しみにしてるよ。ひなのの生誕は確実に会えるもんね、楽しみ。オフ会時間決まったけど何するか秘密ってこと。あ、そうだね、時間がミニディオのライブが全部見れるように、それが終わった後、全部終わった後だったのかな、5時4時とかからかな、オフ会が。何するかはちょっと私たちもわからないんですよ私たちも何するかわかんないんだよね。でもなんかお話できると思う、メンバーとゆっくりできると思う。何か企画みたいなのがあるのかしら。さとぴー声かわいいね、ありがとう。ちょっとそうだ、スタッフさんに会ってないから今日、明日
明日もいないな、多分。明日もいるかな、明日のレッスンもスタッフさん聞いてみようかな。30分くらいしかいられないかもしれない。ミニティフの日、ミニティフの日、たかしミニティフの日、オフ会行きたかったな。待ってる待ってるよ待ってんだよ。なんか2月10日のオフ会の招待はあれですね、オフ会はとライブに来てくださる方すべてオフ会来れる入場券みたいなのがもらえるので、ぜひ2月10日ミニティ、あさってかな、もうあさって、明日ですね、お待ちしてます。ミニティフの日オフ会、え、でもオフ会参加はできる、たかし、オフ会参加はできるかい。なんかオフ会の時間が1時間あって、その後特典会って書いてあったっけ、だっけだっけ、仕事だもん、えらいえらいよ、ずっと一日中仕事なの。私は行くよ、待ってるよ、マリカ待ってる、超待ってる。明日はね化粧するからね、さすがに明日は化粧するかもしないかも、ちょっと考える。なんかもうね、化粧をして出かけない日が続くともういいやってなっちゃうんだけど、わかる、これ2月10日、あさって、そう、あさってですね、ミニティフ。特典会無理かなって。でもね、ぜひオフ会だけでもね、たくさんお話できるのでね、参加してね。どういう特典会なんだ、いつも。多分そうじゃない、私たちが私服なのかな、私服になるのかな。じゃすごい可愛い私服着ようかな、じゃあ。多分私服でオフ会になるから、メンバーも。私服でチェキが取れるって、いつもの特典会なのかな。多分そうだと思う。うん。その前のなんかオフ会の内容はちょっと分かりかねるんですけど石橋奈々、石橋奈々ありがとう、テペロスさんありがとう、すぐ分かった石橋奈々、すっぴん可愛いからありがとう、嬉しいな。でもずっとマスクしてたけどね、外にいるときは。今日はひなのの生誕レッスンをねメンバーにしてましたよ。やばい、苦しいお腹いっぱいなんだけど、普通にだってひなのとご飯食べたの3時とか3時4時4時だもん、4時とかに韓国料理食べたんだよ私、めっちゃ尋常じゃないぐらい食べたの、しかも量が2人で6センチ近くだった気がするナイスナイス、もともとは同意になればいいかなだったんだ。ありがとう、たかし。皆さん、10日は力を貸してください。君せれん。もぐもぐ配信で私、いつも、もぐもぐしてんの。オフ会定期的にやってるの。わかんない。やってないんじゃないかな。私は、11月の26日に、新体制としてデビューさせていただいたんですけれども、そっから、まあ、アイドル始めて、アイドル生活2ヶ月目なんですけど、初めてだね、初めて。そんなめったにやってないと思う、ちょっとレアなんじゃないかなみたいな。しかもそれがさ、入場特典のオフ会っていうのはもう初めてなんじゃない、今までも、うん、って思う。レアレア。ワンマンいける戦艦申し込めなかったけど昨日即申し込みした、ありがとう関係ツイート見たよ。皆さんも当たりましたか、先行でファンクラブ先行で S 付けを抽選してくださった皆様、当たった当たったお腹空いた、私お腹いっぱいだから食べていいよ全部残ってる。東海行けないけど力貸すよ、いいかい、力貸して貸して。そっか、4人同時に加入、そうなんですよ、4人で加入しました。で6人体制になりました。当たった、 MK ありがとう。じゃあ会いに来てくれるってこと、 MK。 こんばんは、ムーチンさんこんばんは、初見さんありがとう。なんかさ、あ、そうだ、私宿題チェキ発送通知来た、みなくんこんばんは、貸していいよ貸して、
安いめっちゃ&からだい食べる。嘘遅いよね。なんか本当に私の半分ぐらいしかないんじゃないの。仕事してるけど来た。コウくんありがとう。こんばんは。お疲れ。いろちゃん、ゆみたんとありがとう。こんばんは。やばい、ショールームの配信、ショールームの勉強まだしてないや。いろちゃんを見て思い出したぞ。ショールームの勉強するって言ったのに、私全然違うことしてるよ。昨日でもひなのとお泊まり してもうね、あ、な、一緒にお風呂入ってません皆さん。一緒にお風呂入るとかひなの言ってたけど、入ってませんのでご安心ください。ひなちゃんとお風呂一緒に入ってないです。はい。私もしてない。私もギフトの名前、あの、なんとかなんとかハートだけ覚えた。あの、なんとかハート、なんとかハート。安い体重40で、いや、あれ、私と同じだ。よかったよかったよかった。ゆみさんも安いと一緒ぐらいだったのかな。ゆみさんもしかして体重、まあね、身長もありますからね。うん、ゆみさんは意外と身長が高いのでね。そう、ライフハート、ライフハートだけ覚えた。なんとかハートとか言って。ともきさん、こんばんは。しゅげんさん、ありがとう。君とセレンデピティ、今ゆみです。ありがとう。ちょっと本当にすっぴんで申し訳ないし、もうお腹空いて苦しいし、でもちょびちょび食べます。身長106、あれ、身長 165？ 私158だから全然高いね。じゃあ細すぎですね、それは。アッキーさん、こんばんは。俺60代、え、本当に？なんかそんなに身、あの、体身長じゃない、体重なさそうに見える。アッキーさん、うまうま。姫線に力を貸してたくや、力を合わせよう、力を合わせよう、みんなで10日力を合わせよう。40切ってるかも。いや、マリカ細い。私マリカの足すっごい細いってずっと思ってたんだよね。40切ってるかも。読んだ。私もお腹苦しい。ラーメン食べすぎた。ラーメン何杯食べたの？何杯食べたの？ X のプロフ見た、更新した。あれ、会える日もしかして更新してくれたの？見る関係ありがとう。配信終わってみます。そろそろ70キロ超えたから、今夜測ってみようかな。測ってみてよ。私も最近そういえば体重測ってないから、この際、あの、いい機会だ、乗ろうかな。配信終わって、お風呂入る前に。お風呂入る前の方がいいんでしょ、体重測るのって。私知ってんだ。標準体重、なんか男性のさ標準体重難しい、女性しか分かりかねん。この前一人で焼肉100分食べ放題ね。100人前食べたのかと思った。いいな。どこの焼肉行ったのかな。私もこの間ひなのとなっちゃんと焼肉行ったな。ワンマンの日入れといたって、ありがとう関係。待ってるね、楽しみだね。ワンマン4月3日、葵もうね、会おうね。足細いの、足細い。マリカは足細い。ユミタンの半分だよ。ひなのも我の、俺の半分しかないって言ってた。2杯とお鍋食べすぎ、食べた、さすがに苦しい、後悔した。いや、それ結構食べてんね。ラーメン2杯は結構食べてるね。私この前太って55キロ。いや、50、お男性で55って痩せてるでしょ。全然水分抜けるから、水分抜けるから。そう、お風呂は、あの、水もね入っちゃう。お風呂の後に体重測ると、私的には、あの、髪の毛に水を含む、髪の毛水を含んでて、すごい体重がね大きくね見えちゃう気がする。最近食欲はやばい。いや、私もなの、もう食欲お化けなの最近。ずっと食べてる、ずっと食べてます私は。でも、もう、いいの、もうたった一度きりの人生なんだからさ、食べさせてよ。食べたいものを食べさせろ、食べろ食べろ。
家の近くに新しくオープンしたところで、ん、多分30人前くらい。結構大食いなの。ちょっといい勝負ができそうじゃない。私もね、キムセレナンバーワン大食い選手ですよ。私も今、そんなこと言ってたのかじゃあ昨日お話ししてた最近胃袋大きくなったの嬉しいけど今日は後悔って。確かにね。でも食べる量の日が続くと本当に胃膨れるよね。わかる。私も食べない日がさ続くとさ、本当に胃が小さくなるからさ、すぐにあんまり入らなくなりますよね。うん、毎日配信24日ありがとう。公式のかなって言いながら食べてるのじゃ私は食べますから、もう全然食べますから。本当に無限の食欲手に入れちゃった私とご飯行こう。私とご飯行ったらゆみたんがどれだけ食べるかすごいびっくりすると思う。本当にオフ会みんなでご飯どうもぐもぐゆみたん好きだから、ゆみたん永遠に食べます。食べることをやりません。誓います。一生食べさせてください。お願いします。食べててください。ずっとそれが私たちの幸せです。本当にありがとう。私はもう食べるからね。俺も入院してから食べる量が増えた。入院してから食べる量が増えたの珍しくない？水ダイエット昨日から始めた。うわ、水しか飲まない生活か、やばいな。ずっと私オロナミン C 飲んでるからな。1日1本以上オロナミン C 飲んでんだよな。普段の生活でご飯食べてもお腹いっぱいならないのが悩み。いやそれすごいね。食品も大変そう。昨日そうお泊りしたからね。食べるのもいいけど食べ過ぎだけはダメだぞ。まあね、そうだね、限度ありますからね。え、そうよかったんけんで、ムースちゃんの壁外れたの。私外れちゃって、ナナにもうすぐ連絡して外れちゃったって言ったら、ナナもへーって言ってた外れちゃったの。落ち込んだ。高校の頃のお昼が全部含めて右の手のひら分しかなくて、先生と友達に心配されて。やばいね。でも食べなさそう。確かにコウ君なんかあんま食べなさそう。ご飯もりもり食べてるから意味なさすぎると思うけどでも、まあ、水にするだけでなんか意味はありそうだよ。お茶とかでも、なんかね、私ね、誰かが言ってたんだけどね、真剣佑さんってわかる？俳優さんの真剣佑さんがね、テレビでね、いつの日かね言ってた名言があるのだ。私はね、それをね信じてるんだけど、私も結構水を飲むの、一番飲み物で飲むのはあの水なんですけど、なんかね、やっぱね、色のついてない真剣佑さんは水しか飲まないんだって。でなんでなのかっていうと、歯を白くするためのなんか秘訣みたいらしいよ。色がないものを飲むらしい、飲み物は。だから水しか飲まないって言ってた。食費大変だよね。そうだよね。お土産買ってく。何のお土産？楽しみ。浴衣。ゆみたんは本当に外れちゃったの。私ね、絶対に運だけはいいから、なんか当落とかさ絶対に外れない自信あったの。そしたらまさかのね、カフェ、あ、落ちました。ゆみたんの推しメンカフェ、この子のカフェ外れた。ショック。ラーメン並びすぎてムカついたので家でコンビニ二郎してます。コンビニさめっちゃ二郎系ない？二郎系、家系めっちゃラーメン多くない？最近あんま食べないけど、ホールケーキ一人で食べたりガムシロとか飲むぐらいに甘いもの。うわ、わかるわかる。私辛いものだけが食べれないから、甘いもの本当に大好き。私もむくみもやばいし循環悪すぎです。普段から飲めないから頑張る。水嫌いなの？リアか。リアちゃんもね、水が飲めないらしいよ。新田真剣佑さんか、かっこいい。なんかめっちゃ歯白いんだよ、あの方。歯が白いね。あの言ってた、あのしゃべくりセブンしゃべくりセブン面白いから好きなの。私座りましたね。カズマ初見でした、ありがとう。何がいいか、よかったら、なんかさ、グッズ、カフェイベのグッズのオリジナルグッズのやつがあって、あれさ、私買いたくて、ネット販売を待ってるんだけど、それのこと。私はね、携帯に挟みたくてね、この子とね、もう一個のステッカーを挟みたくて、ムースちゃんのステッカーを買おうとしてた。てか見てこれ、あ、もう春もね
出したから見せちゃおうかな。実は見せちゃおうかな。じゃあ最近オムライスにハマってます。うわ美味しいよね、オムライスはね、いつ食べても美味しいですからね。味玉と角煮買って高級ラーメンにしました。いいねいいね、コンビニでできるねそれは。いやー落としちゃった。え、ゆめたの携帯どこ。いやー落としちゃった、落としちゃった。そうステッカー欲しいの、ムースのステッカーを買おうと思ってた。ラーメンやめたらイケメンになれるかな。いっぱい食べた方がいいよむしろ嫌いじゃないけど量が全然ん全然1リットルいくかいかないぐらいしか飲んでない。いや私の胃袋を差し上げたいな。私は水大魔王だからめっちゃ飲むよ。みんな初見とか言ってるけど初見じゃない、嘘ついてるな。そうユミタンのリスナーさんはね、みんな初見作業するからね。やばいお客さん来た、行ってきます行ってらっしゃいコウくん、お仕事頑張ってよ、行ってらっしゃいお腹すいたけど家に何もないからコンビニで何かしら買ってくる。買ってきな、いっぱい食べな。石橋ナナのたこ焼き美味しかった。え、いいな、あのひなのんとさカフェのやつやってた時だよね。そうだよね、ちょっと見てほしいこれを。じゃあもう春がさ、今日さ、ツイッターにさ、あのメイド服の自撮り載せてたから見て。これが今回のユミタンの宿題チェキ、三つ編みにしました。黒メイドに三つ編みにした。ハルピはピンクのメイド、これね、ハルピが描いてくれた。ユミタンが世界で一番で可愛いハル、これをずっと最近は携帯に挟んでます。私は宝物のように。あれ待って、ムースもうムースなくなって、え、ムースどこ行ったの。あった、グミあれば1日が持つ。マジ食欲があんまないんだね、マリカは。卵は卵焼きしか食べない。卵美味しいよね、マヨネーズとか大好きだよ私クリスタルカイザーしか勝たん。なにそれ、なにそれ初めて聞いたんだけど、どんな飲み物。ユミタンが世界で一番、え、間違いね、ありがとう関係。そうハルピもユミタンが世界一番だって。2パターンある、黒と白ピンクってこと。なんかね、事務所に置いてあったメイド服をみんな好きなの着ましたので結構ランダムかも。ハルピはその中でピンクを選んだ、ヒナノもピンク選んでた、私は黒を選びました。もちろん定期公演では違うメイド服を買いました。これはまた別で買いましたそうヒナノピンクだった。世界で一番何なんだろう、世界で一番大好きってことだよ本当だよね、春に聞いてみよう、世界で一番何なのって聞いてみようエビアンって何、ご飯食べ物、ゆで卵、目玉焼き、おでんの卵嫌い。え、そうなの、なんか卵好きはなんかマヨネーズ好きなイメージあるけど、私もめっちゃスーパーマヨラーだからな。私配信の音出っ放しでレジ行っちゃった私のボイスがすごいスーパーに鳴り響くじゃない。クリスタルカイザー水だよ、水なの、私イロハスしかわかんない、天然水イロハス。春かわいい、春かわいい、春水色デイジさんこんばんは。玉が好きだけど前は避けてるな。マヨネーズが一番太りがちって思われてるけど、太るって一番太る調味料ってケチャップらしいよ。一番太るケチャップらしいよ宿題チェキの発送通知まだか、まだか、あれ、あと5分配信してちょっと個人配信にする。ちょっと携帯の画質がこっち悪すぎて、なんかちょっとオレンジ味が強くてないそう、私お腹が苦しいよ。うん、うまっ
ルタルソースと錦糸、錦糸卵、マヨは大丈夫、マヨ、錦糸卵、錦糸卵って何、どっちも避けててよかった、何、卵もマヨも、うん、マヨネーズもケチャップもか、ゆみちゃんの宿敵楽しみにしてる、ありがとう、そうそう、新規特典のあの宿題チェキはあの、うん、いつもの毎月の宿題チェキとはちょっと違って、黒のマキーペンのみでお絵描きさせていただいてます。次のね来た時にね、あの渡せるのでね、お楽しみに。メンバー全員揃ったら出すのかな、いや、なんかユミさんはもう昨日提出、一昨日提出したのね、私昨日か一昨日提出して、ユミさん早いから、ユミさんだけ購入の方は早く発送できるみたいな言ってたけどな、マネージャーさん、また言ってたけど な、今日発送、今日早くて今日発送できるって言ってたけどな、まだ通知来てないなら明日かな仕事終わってきたらハルピ、メイドハルピさん可愛すぎです、見せてくれてありがとうって、花ちゃんお疲れ、ありがとう、そう、ハルピーとユミタン仲良し、仲良しすっぴんなんですよスーパースッピンなんですよ、本当に髪の毛アイロンもしてないし何にもしてない、なんかもう生まれたまま状態、今日起きてマヨとケチャップどっちも好きだけどな、私フェリコっていう9割容器のせい、ん、高いお水知ってる、知らない、私何にも知らないな錦糸卵って、あ、冷やし中華に乗ってるやつかな、細いやつか、分かった、ゆみさん、そう、ゆみさんね早いんですよ、もう仕事がねとっても早くて褒められますねそのうち、そのうちにいつも出してる宿敵も買うね、ありがとう、そう、今月の2月の宿題チェキはメイド服とエプロン姿だったんですけど、そう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 、3月は何だろうね、3月は何だと思う待って、仲良しってまっ怖いよ、そう、だって花ちゃんと、花ちゃんもゆかちゃんと仲いいでしょ、私もハルピと仲良しだよっていうこと、そういうこと、スマホの裏に何か入ってるってずっと思ってたからおっさん入れてるのかと思った、違うの、私これハルピと通じたやつ入れてんのよ、ずっと、花ちゃん、花ちゃん押しすぐ、花ちゃん押しすぐマウントって言う、いや、はるちゃん押しすぐマウントって本当だよね、ケッタスだ言ってたよね言ってたよね、公式配信明日ははるぴのターンの時間わからない、あ、そうだね、明日も、明日はね夜9時までレッスンなんですよ、だからはるぴは朝やるのか、朝やるのかな、どうなんだろう、はるぴ朝やりそうだ、ね、夜より、マウントに敏感なんだしおもろ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 、フェリコ11万とか、何フェリコってフェリコはホストとかコンファイに置いてるやつで、あ、そうなん、高い水ってことか、そのお店の水ですね、ごめんなさい、覚えました、勉強になりました、ありがとう、みんな、ちょっとあと1分なんで、ほなほな、ランキング読んで画質のいい携帯に戻すから、あ、でこれ iPhone8 とかじゃない、私めっちゃ画質悪いんだけど、死んじゃうぐらい画質、びっくりなんだけど画質悪、もうすぐ30になるよ、ありがとう、この間真昼やって、そうだね、はるちゃんこの間配信夜できなかったから1時とか2時とかにやってたかも、ただの水だったなただの水で11万もするんだ、あんま言っちゃダメだねこれはね、ありがとう、したちょっとじゃあランキング読みます、13位りょうさん、ありがとう、ロイさん、りょうさん合ってる、ロイさんありがとう、12位ワッツアップさん、ありがとう、第11位ナルセさん、ありがとう、第10位 MK、 ありがとう、第9位がトモキングさん、ありがとう、第8位ランニングゲイルさん、ありがとう、7位コウくん、ありがとう、6位タクヤ、ありがとう、5位イロちゃん、ありがとう、4位タカシ、ありがとう、3位安井くん、ありがとう、2位ハゲタコ、ありがとう、1位貧乏草さん、ありがとう、ちょっと公式配信でした、いつも見てくれてありがとう、ちょっとこれからゆみたんは自分のあのアカウントで配信するのでちょっと切りますね、こっちは、じゃあ
今日も毎日配信ありがとう。 iPhone1 桁。そう、私新しいのがこれで、古いやつがさあるんだよね、ここにずっと家に置いたままで。多分1桁だと思う、これ11なんかな、 11?8? なんだろう。個人配信コンビニから帰ったら行くの、ありがとう、来てね、公式ありがとう、またってありがとう。ログインしないで済むのですぐにつけます。じゃあ、映画公式配信ありがとうございました。